私はジョン、日本ジュニア、あの楽しめる俺なんか楽しめそうじゃん。身長は？身長170。まだ伸びてる？一応多分まだ一応伸びてると思うんですよ。182、3の95ぐらいになったらすげえな。10センチは欲しいっすか？いや、許さんの鍛え方が足んねえと怒られるよ。
よ、盗撮。え、いや、これまあまあだったよって言ってたよ。誰が？ダムさん。軽いシャフトにしてまあまあ、去年よりは全然来てたよって上から目線で言われてるってことは。ダムさん絡み下ろされてるよ。あんなもんすよ、俺は。あんなもん。いや、でも去年よりは来てるよ、あいつって言ってたよ。まあでも結構頑張ったんだ。ジャムさんもな、まあ、一発だけちょっと当たったのあったって自分で言ってた、うん、あの6番のロングかなんか。そうですね。ファイブアンで歌うとか言ってたからさ。前からですけどね。うん。青ってことでしょ。うん。うん、で、まあ、まあまあのスパーリングパートナーできた。まあ、僕なりに76ぐらいでまとめた。76は切れなかった。切れなかった。まあちょっとアプローチが効かないとね。違うよ。パターン入んなかった。パターン入んなかった。でもパターン入んないこんなもんですよ。いやだってお前朝倉のグリーン入らねえじゃん。うるさいよ。あれ読みづらいんだよね。切れそうで切れなかったり。結構いやらしいんだよね、あそこね。難しいよ。俺も知ってるあそこは。まあでもよかったね、ジャンボさんから去年より来てるよって言われてるってことは今年は下手したら俺の先行っちゃうね。何もしなくてね。ありがとうございます。そんな感じかな。あ、なに引っかかっちゃった。ちょっと改造、はい、刺さっちゃうんですよ。あいや、この時期、あそこは早いでしょ。早いっていうか、10フィートちょっとぐらいってこと？ちょっとさ、狙いに行ったらさ、うん、おーおーおおおってから行っちゃうの。いや、でもいつもじゃん。重いグリーンでもそうじゃん、いつも。それお前の持ち味だろ。もう入ると思って打つタイプだろ。かぁ、でもなんかね、ジャムさんが去年より飛んでるわって言われてるもん。誰が？ 50g、お前。うるさいってだから。宮下さんに言われたくないよ。いや、ジャムさんも言ってたの。いや、コーラの 50g のあのシャフトにして去年より来てるよ。なんかも言わないでってことは今年俺と同じぐらいかな。と同じぐらい。いつ負けたのよ。え、いつ負けたのよ。いつも負けてたよ。え、去年一昨年あたりでちょっとあのくすぶってたじゃん。ちょっとあれですよ、ね、スイングも変えたし。変わってないけどね。いや、感覚的なもの。宮下さんのクロスを変えられないとかじゃないから、俺は微妙なところを変えてるんだから。ちょっと分からないけどね。見た目じゃ分からないけどね。まあ、まあいいか。じゃあ スパーリングパートナーにはなったんだ。スパーリングパートナーにはなってたと思います。 なったけど、あの帰ってきて、あのあその 社長はあのレッスンを受けてたから。じゃあもうダブってばっかだからつって怒られながらレッスンしてる。クワーとか言われながら。ということで、じゃあこの動画は、はい、あれだ、ジュニアのアカデミー生のあの2人と、ね、後に乗っけようか。何を喋ってんだこれ。別に内容ないじゃん。え、内容あるじゃん。去年より来てるよってジャムさんが言ってるぐらいだから。朝一が一番良かったんですよ。どっちか言ってた。10番から朝一。じゃあ9番ぐらいで打てた。うん、あのちょっと風こんな感じだったから。じゃあ8番ですけど。あ、じゃあまあまあだ。まあまあ何だっけ、とりあえず様子見てプンってやったから、ちょうどプンってあってさ、あとだけそこだけバーディ。いや、グリーン乗んなくてボギー。お前最悪だ。イメージ悪い。